こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いてお仕事と働き方を変化させてこられ今輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてお話を伺うキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストは展示会営業コンサルタントの清永健一さんです。清永健一さん、展示会営業コンサルタントって聞いて、展示会営業って何だろうって思った方もいらっしゃるかもしれませんが、展示会というのはですね、東京モーターショーですとか日本ものづくりワールドといった、大きなものから、もっと小さな展示会もたくさん、行われているらしいんですね。で、私も聞くまで、清永さんにお聞きするまで知らなかったんですが、大きいものだけで年に700回も、展示会ってされてるそうなんですよ。で、清永さんはその全国の展示会に出展される会社のサポートというのを専門にされている、唯一のコンサルタントでいらっしゃいます。で、2017年には展示会営業術という本も出版されてまして、これ出版されたっていうのは聞いてたんですが、私が一番驚いたのはですね、ある日有楽町の駅を降りたら、有楽町駅前に三省堂書店っていうすごく大きな本屋さんがあるんですけど、その本屋さんの、ショーウィンドウっていうんですかね、表通りに面した、一面がずっとガラス張りなんですけども、その下半分ぐらいの大きさですね、等身大まではいかないんですけど半身大ぐらいの清永さんの、写真というかその像があったんです。そこにわっ、清永さんこんなところにいるって思ったら、清永さんの展示会営業術っていう本の、その宣伝の、ポスターだったんですね。とても大きなポスターが貼ってありました。で、そんな本も出版されて全国唯一の展示会営業コンサルタントとして今活躍されている清永さんなんですが、実はね、意外なことにお話を伺うと、僕ずっとできない子やったんやっておっしゃるんですね。意外ですよね。そんな清永さんのお話、すごく楽しみですよね。聞いてみたいと思います。ではまずその前に1曲お届けします。遠野桜子さんでフライハイ。
んにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。はい、では早速清永健一さんに、お越しいただきたいと思います。清永さん、今日はどうぞよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、ですね、清永さん、私3年ぐらい前からそうですね、いろいろお世話になっていて、いつも的確なですね、お仕事で相談することが多いんですけど、的確なアドバイスをくださって、本当に優秀な方でいらっしゃるという印象が私は強いんですけど、意外とですね、ご本人は僕ずっとできない子やったんやっておっしゃるので、すごくですね、これ今聞いてらっしゃる方も興味深いと思います。今の清永さんを見ていると、本も出版されて大活躍されているので、ちょっとそういう以前の話っていうのは想像が難しいと思うので、今日はですね、そんなところも含めていろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、早速なんですが、今は展示会営業も唯一の、展示会営業コンサルタントとしてご活躍の清永健一さんですが、最初からもちろんこの仕事されていたわけではなくて、実は私がお会いした3年前も、このお仕事ではなかったんですけれども、その前にどんな経緯でね、今に至ったのかっていうところを、今に至るまでのお仕事の経歴というのを簡単に教えていただいてもいいでしょうか。はい、結構いろいろ仕事は変わってますね。どこから行きましょう。まず大学を卒業しまして、あんまりなんか絶対これになろうみたいなことも思わずに、どうしようかな思いながら就職活動とかもしてたんですけど、一社そのコンサルティング会社でベンチャーリンクという会社がありましてね、その会社に内定をもらいまして、コンサルタントっていうのはおもろそうやなと当時から思ってたので、よっしゃよっしゃ思ってたんですけど、ちょっとですね、その入社前に内定者研修というのがありましてね、でそこでちょっとなんか違うかなと思ってですね、違うかなって思った一番のなんか要因とか、一番の要因です。それは結局僕が当時23歳だったかな、未熟やったっていうことなんじゃないでしょうかね。そんな綺麗に書いてあると思ってますけども何があったんですか。何が嫌だったの。これだから恥ずかしいですけどね、タバコ吸ったらあかんかったんです。今僕タバコやめてるんですけど、そうですね、でも当時は吸ってまして、めちゃめちゃ吸ってたんですよね。1日3箱ぐらい吸ってて、すごいですね。やっぱ吸わんとこう頭も冴えへんやないかと思うわけですよね。でもこうタバコ吸うやつはあかんっていう教育を、だからもし吸ってる者がいたらやめるようにと言われまして、合ってるんですよね。いい会社だと思うんですけど、当時の僕はちょっとですね、未熟やったんで受け入れられない、ダメかなと思いまして、そんなとこ行ってられないんですね。そうですね、と思いまして、ちょっとこうやっぱりやめとこうかって、そんな人あんまいないんですけどね。これはね、潔いというか、なかなかそれでまだ会社入る前ですからね。そうですね、せっかく確か氷河期で、そうですね、頑張って内定取って、しかもやりたかったコンサルタントの仕事だったけども、タバコ吸えんだったら違うだろうってやめるって決断ができるところがすごいなと思います。いえいえ、ありがとうございます。栄養に言っていただいて、もうなんかおかしいですよね。辞めちゃいました。辞めちゃいました。それからどうされたの。でも働くとこないとやばいんで、どうしようかなと思った時に、そのほぼ内定に近いぐらいまで行ってたところで、ある会社がありまして、リクルート系の会社なんですよ。その会社、リクルートさんの子会社なんですかね、に行きまして、電話しまして、ちょっとまだ間に合いますって聞いてみたらいいよって言ってくれたんで、すごい、それでこうセーフと思って、そこにこう入社するということ。入社して、それはリクルート系の会社さんで、こう教育ビデオとか、教育研修の
まあ、ビデオですね、うん、なんかを扱っている会社やったんです、うん、リクルート映像っていう、まあ、今もないんですけど会社やったんですけど、はい、まあ、そこに入社をしました、はい。でまあ、そこはタバコ吸ってもよかった、ね、そこはねみんな吸ってましたね。た、まあ、当時は吸ってる人多かったんでしょうね。だからね、吸ってる人多かったです。そこはクリアして、はい、クリアして、はい、まあだからそれでまあよしと、はいはい、と思ったんですけど。でお仕事はどんなことを。仕事はですから、まあ、いろんな企業さんの人事部とか、うん、まあ、人事部ですよね、うん、に行って、いろんな教育研修ビデオがあるんですよね。例えば新入社員研修ビデオとか、はい、まあそうですね、当時あったの電話応対をこうやりましょうみたいなビデオとか、うん、はい、あとはそうだ、なんか創造性を高めていくにはこういうことしましょう、そんなビデオも、まあ、アイディア発想法みたいなですかな、とかね、まあ、そういうようないろんなビデオを人事部さんに向けて、まあ、売りに行く、まあ、営業を、はい、うん、あのやりまして、営業は結構楽しいかと。この会社をですね、なんと4ヶ月で辞めてました。何してるんでしょうね、ほんまね。要因はね、まあこれもまたまあ僕が未熟やったからなんですけど。またそれはかっこよく言われたかもしれません。最初はまあ卵でしたね。はい、今回はね、まあちょっとレベルが高すぎたんでしょうね、その会社のね。まあ、要はそのいいかって言われるんですよ、清永と。いいか聞けと。俺たちが売ってるのはな、ビデオじゃないぞ、ビデオ売りに行くんじゃないぞって言われるんです、うん、何売りに行くって言われるんですか。いや、まあ、はっきりはそう言わはらないんだけど、まあ、だからその業績向上を売ってるみたいな話なんでしょうね。ビデオを売るなって言われるんですけど、売るビデオじゃないですかって、まあ、23歳の僕はそう思うんですよ。いや、これビデオですよね、これビデオでしょ、はい、って思ってアホですよね。でも意味わからんと思って、まあ、英会社なんですよ、うん、英会社なんですけど、ちょっと僕自身がちょっと意味がわかんないなと思って、またちょっとまあついていけないわって感じ、ね、そうですね、ちょっとまあこれはあかんな、もうあかんとこにいつまでもってもしゃあないわって思って、4ヶ月で辞めましてね、はい。まあ、今でこそ、まあ、入社してすぐ辞めちゃう、ね、社員さんが多いみたいな、3年以内に3割辞めるとかありますけど、当時僕の頃っていうのは今からまあ20年前ですから、そんな時代でもなく、まあ、基本的にまだ終身雇用というかね、一回入ったらもうずっと勤めるみたいなのが終でしたから、いきなり辞めてどうすんねんみたいな感じになりまして、まあそこでこう結構人生に追い込まれるという経験を。辞めるときはあんまりそこまでは、いやいや、もうそんなんちゃうんですよ。もうなんかやめようって思ったらもうやめたくて仕方がないです。そういう魂に正直に言ってるんですよね。やめようって思ったらもうやめたくなるんですよね。で、やめて、はい、その後はどうされたんですか。でですね、それは東京でやってたんですよ、そのリクルートの、うん、そっちのね。で、その後こう、僕はもともと出身が奈良なので、はい、まあ、関西に戻りまして、はい、で大阪にある、今でいうジェイコムといいます、ケーブルテレビの会社ですね。はい、まあ、そこに、まあ、入社をしまして、はい、まあ、営業として入社をすると。うん、こういうことになりました、はいはい。で、そこではここでやっと勤まりまして、はい、はい、あのまあ最後どこに行けばちゃんと続くんだって、いやいや、まあ、まあ、だから自分もほんま思ってましたけど、どうしよう思って、もうこれあかんかったらもうアウトやなって、うん、でもまあ実はそういうアウトなやつなのかもしれんみたいな、もう自分を信じられないですよ。何でしょう、経験がないですからね。まだちょっとうまくいった経験がないわけですから、どうすんねんって思いながら、まあ、だから一生懸命やりまして、はい、でまあ、ケーブルテレビの営業というのはそれこそ教育ビデオを売る、人事部に売るみたいなのとは少し違って、うん、まあ、実際にその商品を欲しい人に、まあ、売るだけなんですよね、うん、人事部の場合はそのいろんな目的があったり、使う人と買う人が違ったりとか、あ、ちょっと間が、ね、まあ、若干、まあ、難しいというか、はい、まあ、若者にはですよ、うん、でケーブルテレビはそんなんじゃなくて、まあ、要するにおもろいから見るみたいな、はい、あ、ゴルフ好きなんですか、じゃあゴルフチャンネルありますよ、じゃあ見ましょうかみたいな、まあ、そういう話なんですね、うん、なんか、まあ、難易度は低いと思います。で、まあ、つまりやればやった分だけ結果が出るので、うん、まあ、それがまあ僕にはありましてね。で、すごい結果出したって聞いたんですけど、まあ、そうですね、もうめちゃめちゃに売ってまして、はい、もう予算売りました、はい、いろんなこう
で、まあ、うまくいき始めるとちょっと調子づいてきてですね、はい、いろいろこう売り方を考えたりみたいなことをするようになりましたね。それ結構楽しかったですね。なんかその当時で全社の、はい、そうですね、全社の3分の2ぐらい僕一人で売ったりとかしてましたね。すごいですね。はい、そこで成功体験あって。そうですね、はい、でも今それされてないんですけど、そっからそっからはどういう何かまたちょっと違うところに行こうかなみたいなきっかけがあったんですか。はい、そうですね、きっかけっていうか、まあ、そこは8年やりましたね。で、結構まあ楽しかったですよ、はい、うん、例えばその一軒一軒ピンポンしてたら、まあ、ピンポンしてどうですか、いりますか、いりませんかってやるんじゃなくて、紹介を増やす。でどないしたら紹介増えるかなって思った時に、よく考えると地域のコミュニティの、まあ、なんていうかな、ハブみたいなのがないかなって、地図とか街を見ながらうろうろしてると、米屋さんって話は、なるほど、米屋さんってやっぱ地主なんですよ。だからまあ要するにこう地域で集まって井戸端会議とかしてる米屋さんがね、そっか、じゃあ米屋さんに気に入ってもらったらいいんちゃうかなって思って、ケーブルテレビを紹介してくれたら、紹介してくれた人と紹介された人両方にお米券プレゼントっていう企画をやりましたね。それ考えたの。ほなね、まあ、やってみたんです、それをね、はい、まあ、もうめちゃめちゃにヒットしまして、はい、ブワーって広がっていくみたいな、まあ、そういうこととかやってて、はい、でまあ、面白かったんですけど、うん、ちょっと違うこともしたいな。違うこと、うん、って思って、まあでまた戻るんですよ、やっぱなんかコンサルティングみたいなのがしたいんですよね。やっぱりコンサルティングなぜかしたいんだよね。ありました。じゃあちょっとそこでいろいろお話を伺って、またコンサルティングしたいというところに振り出しに戻ったところで、はい、ちょっともう一曲じゃあ、聞いていただいて続きを伺っていきたいと思います。はい、帯良一樹さんでダイヤモンド。僕のダイヤモンド、探すものじゃない、夢はここにある。はじけた波の粒、黄金色光るすすき、変わらない浜辺が全ての始まりだった。君は空に帰って宝物残した、たくさんの思い出ありがとう。ことに変わっていた、動けない同じ場所、ぐるぐると回って海へ返すアメジストさ。
はい、ではですね、先ほど、いろいろ、新入社員でいろんなことを経験されて、その結果やっぱりコンサルタントしたいわっていう振り出しに戻ったところから続きをお聞きしたいと思います。じゃあそこからどんな動かれたんですか？そうですね、はい、そう思いまして、でとりあえず資格に走ったんですよね、うん、資格取ろうって思って、中小企業診断士っていう資格があるんですけど、コンサルタントの国家資格であるという触れ込みですね。専門学校的にはこう取ったらすごくいいよみたいなことを 言うので、はい、じゃあやるかと思ってやり始めまして、はい、でウェブデューの仕事しながらやって、うん、で結構取るのに苦労したんですよ。あ、3年かかりまして。3年、すごい勉強されたの、結構頑張りましたね、最初は舐めててすぐ取れるやろうとか思って、全然取れへんから、クソと思って、はい、でもちょっと取るまではやめられへんなと思って、3年かかって取りましてね。結構じゃあコンサルタントやっぱやりたいって思い強かったんですね。いや、もうその時はね、もう落ちて悔しいからやるみたいな、もうその目的不在ですよね。とにかくこいつを倒すみたいな、だいたいそういうタイプなんですけど、すり替わってまず合格することが目的だ。そうですね、そうですね、手段から目的化していきましたけど、はい、まあでもそうやってこう苦労して取るじゃないですか、はい、ほんで当時はね、別にそれでどうしようかな思ってて、ケーブルテレビの会社の中でね、例えば商店街活性化みたいなことが当時はテーマとしてあったんですよね、その国のテーマとしてね、で商店街と絡んでこう取材しに行ってあげたりとかするようなことでケーブルテレビの中でもできるので、それをこう中小企業診断士のスキルを持ちながらやるというのはおもろいんじゃないかみたいなことを考えてたんですけど、結構取るのに苦労したんで、せっかく取ったからもっとこれ活用したいなみたいな気になりましてね、ほんで転職したんです。なるほど、取ったからにはこれ中小企業診断士を最大限活かせるところに行こうと思ったんですね、はいはい、そうですね、コンサル会社に行ったんです。そうですね、それ33ぐらいちゃうかな、の時に、行きまして、 SMBC コンサルティングという、メガバンク系のコンサルティング会社に行きまして、 で、またコンサルタントを始めたんですけど、これまた今喋りながら思いますけど戻ってますよね。それ何やってたかっていうと、企業の人事部に行って人事部2回目出てきて、そうですね、今度はビデオではなくて本当の研修をね、売るということを、売ったり、その時は売るだけじゃなくて、こうどういうものにするかって、売り物を作るということにも関わっていたので、企画と営業みたいな感じかな、仕事が広がって、そうですね、でほぼ講師はやってなかったんですけど、外部の講師の中でその企業さんに一番合う、その企業さんの課題に合うようなコンサルタントさんを見つけてきて、そこでやってもらうと、一緒に企画してやってもらうと、そういうことをやりまして、やってたんですけど、それやってて、そこで、ずっとされてるわけじゃなく今は独立されてるんですけど、なんかこれやってて、年間のコンサルタントみたいな感じではなかったんですか？いや、それはね、その会社も実は1年で辞めてましたね。何してるのよ、ね、違うって思ったんですか、ね、ちょっと違う。違ってたのは、簡単に売れるんですよ。それはね、やっぱりこう銀行さんの、何と言いますか、ネームバリューです。そうですね、信頼があるすげえっすよね。だ僕いらんやんって思って。なるほど。このお名前を、会社の名前を出せば売れるんだったら、そうそう、これ誰でもええねんから自分じゃなくてもいいんじゃないかと、俺いるかなって思いましてね、いらんなって思ってくると、なんかいらんのになんでやってんやろうとかって思うわけですよね。もっと自分の力を発揮したかった。そうですね、なんかいろいろ考えましたけど、じゃあ売りにくいもんの方が俺はいいのかとか思って、いや、そういうわけでもないけどなとか、いろいろ思ったんですけど、やめるかと思ってまたこの決断の凄さがなかなか決断できない人にとっては多分すごい羨望の要因かもしれませんが、そのあたりはあまり
迷わない。まあもうだからさっきと一緒ですね、もう嫌やなって思ったら辞めたいんですよ、うん、だから基本的に仕事は機嫌よくやっていて、うん、嫌になったら瞬間で辞めるみたいな感じなのかな、うんうんうん、ずっとそれを繰り返してますね。一番だからベストのパフォーマンスを出せる時だけお仕事して、はいはい、出せなくなったらやっぱちょっと違う、まあそうですね、出せる方向にチェンジするっていう感じなんですよね、うんうん、でそれでやめて、そうですね、どうするんですか。やめてどうするかというと、この後僕の前職ですね、はい、NI コンサルティングという会社に行きまして、はい、コンサルは良かったんですよね。そうですね、コンサルはまあやりたいなと、うん、思ってて、だけどこう人事とかだとちょっとまあ話が抽象的になるというか、まあ、どう言ったらいいかな、長期的になるからね。あ、そうですね、中長期的な、まあ、それは人の育成ですからそうなりますよね、うん、もうちょっとこう直接結果に近いようなことがしたいなと思って、うん、営業コンサルの方が自分の性に合うのではないかと思って、はい、営業コンサルとかを、まあ、IT のシステムを使っていながら営業コンサルをしている会社なんですけどね、うん、その NI コンサルティングという会社に入社をしたんです。なるほど、はい、営業コンサルタントとして、まあ、だんだんなんか今の展示会、そうですね、やっと近づいてきましたね、近づいてきましたね、はい、はいはい、でこっからが楽しくなるところなんですが、今日はですねこの辺りでいいですかこんなんで、ありがとうございます。そうですね、でもうこの後続いてですね、次回も今日の研さんにお越しいただいて続きを伺ってまいりたいと思います、これ聞いてくださってる方はね、こっから先が聞きたいところなんだよっていうところだと思いますので、次回をぜひ、続けて聞いていただければと思います、では今日は一旦こちらで、終了させていただきます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。今やですね、展示会営業の第一人者として大活躍、あちらこちらの会社さんから引っ張りだこの清永健一さんですが、以前からですね、いや昔はあかんかったんやってなんか何度もおっしゃってたんですね。でその理由が今一つよく分かってなかったんですけども、まあ、今日ですね、まあ、そこにつながるようなお話をたくさんオープンにしてくださいましたね。まあ、内定、せっかくね苦労して取った内定した会社もちょっと違うかなということで、まあ、すっぱりと辞退されて、じゃあということで、また別の会社で新卒後、社会人としてスタートされるわけですが、こちらの会社も4ヶ月で退社、まあ、その時はさすがに本当にこれあかんのやないかと思ったと、自分あかんのやないかと思ったっていうふうにおっしゃってましたね。実は私もですね、まあ、いろいろと転職もしておりますし、いろいろ経験させていただいているんですけども、その中でいや自分はダメなんじゃないか、まあ、そもそもダメなんじゃないかって思ったことってあるんですね。でその時はやっぱり辛いですよね。だからそういう辛い思いをすごい経験されたんだなって思いながら伺ってたんですけども、まあ、その後、新卒後2つ目、まあ、内定を辞退されたところから言うと3社目の会社で、8年間勤められて、まあ、ここではですね、その会社全体の3分の2の、業績を一人で上げるという、ぐらいすごい活躍をされたとおっしゃってましたね。ですが、ここでですね、やっぱりこれずっとやるのちょっと違うんじゃないかっていうふうに思い始めたということで、そこからまた次に移るっていうところがすごいですね。聞いてて思ったんですが、おそらく清永さんにとっての基準というのは、自分がですねベストパフォーマンスをもう最大限発揮できているというのが基準なんだと思うんですね、お仕事をする上での。だからちょっと違うんじゃないかなって思い始めた時点でもうそのベストパフォーマンスを発揮し続けられないというふうに感じるんじゃないでしょうかね。だからもう次へ向けての行動を起こされるというところで、まあ、それでコンサルタントになられて、コンサルタントとして2社目の会社でいよいよ営業コンサルタントという今のお仕事にだいぶ近づいてきたところで、
今日第1回目のインタビューは終了させていただきました。これからが、いよいよですね、まあ、もっともっと、聞きたいところですので、まあ、これ次回ですね、また清中さんにお越しいただいてたくさんお話伺ってまいりたいと思います。どうぞ楽しみに。ではまたお会いしましょう。こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。